皆さんどうもおはようございます。日本ホロソフィー協会で会長をさせていただいてます中須賀信之です。いつも聞いていただいてありがとうございます。僕はと言いますと僕の愛車なんですけどね、ミニ乗ってまして、その車検の時期になりましたんで、ちょっとディーラーの方に今向かってるという最中なんですけど、何ですかね、今風の谷のナウシカの原作を読んでまして、でめちゃくちゃ面白いんですよ、やっぱり。でとにかく深くて、まあご存知の方もね多いんですけど、映画の部分、まあ、前はラジオでもちょっと喋ったかもしれないですけど、映画の部分っていうのは、全7巻あるコミックスの1巻ちょっとぐらいしかなくって、先にまだまだ話があるんですけど、その先の話っていうのは全然その映画版とは違うんですね、コミックスの場合は。でまあなんていうかな、昔僕それ10年ぐらい前に読んだんですけど、今読むと全然まだ感じ方が違って、なんかなんだろうな、僕らがなんでこの世が完璧なんだったら、なんで人間っていうのがいて、なんか環境を壊したりとか、なんかいろんなね勝手なことをしたりとか、してる。でそれをまた浄化しようとしてる生き物たちがいっぱいいて、でなんかその繰り返しだから、僕らがなんか不自由だなとか、なんか不便だなとか、なんか思ってることも実は、それは地球にとっては必要なことだったり、宇宙にとっては必要なことでみたいな、なんかちょっと壮大すぎてですね、なんかこう、まあ、30代半ばになってですね読んでみて、なんか感じるところがいっぱいあったりで、今の、時代になんかすごい重なるところもたくさんあって、まあ、なんかぜひ読んでほしいなというふうになんか思いました。で僕今、5巻を今読み抜いて6巻の7巻だけなんで、ちょっとその車検をね待ってる間、それをね、読ませていただこうというふうに思っているんですけど、なんかあれをね、その40年35年とかそんな前ぐらいに書いた宮崎駿ってどういうふうな頭になってんだろうなっていうふうに思うんですけど、でもなんか漫画っていうか、もう完全に子供用ではないような内容なんで、それを作っててすごいなというふうに思いますし、それをまた、子供が見ても楽しめる作品にしてるっていうのも、なんかすごい映画ではねすごいなというふうに改めてなんか感動してます。なんならもうあれ読んだらなんか日本人でよかったなとか、なんかこの時期に生まれてよかったなとか思っちゃうような内容になってるんですけど、はい。で、今日は何の話をしようかなというふうに思ったんですけど、昨日ね、家族でまだご飯食べてて、奥さんと両親とご飯食べてたんですけど、その時なんか卒論の話になって、で卒論何の内容を書いたみたいな話になったんですけど、僕が書いた内容っていうのが実は何書いたっけなと思って、思い返してみたら、マッサージとストレッチの効果についてみたいな卒論を書いたんですね。でなんかそれを言って、なんか僕がそういうことを書いてるっていうのがなんかちょっと受けまして、自分でもなんかそういうことをやってたんだと思って、なんかちょっと笑っちゃったんですけど、なので、今日はそんな話をさせていただけたらなというふうに思います。で僕がですね今施術家をねお仕事としてやらせていただいているわけなんですけど、普段マッサージとかストレッチをするかって言われるとほとんどやらないんですね。で、それなんでかみたいな話も含めてなんですけど、別に僕はマッサージとストレッチが効果ないって言ったわけでもないし、嫌いなわけでもないんですね。ねなんですけど、やらないのはなんでかみたいな感じの話をさせていただけたらと思ってます。っていうのも、その論文でも書かせていただいたと思うんですけど、それは卒論なんでね、本当に皆さんご存知ないと思うんですけど、なんかねやったのは大腿部って言ったら太ももの後ろの筋肉にハムストリングスって筋肉があるんですけど、それに対してですね、マッサージとかマッサージだけをやった人とストレッチだけをやった人と両方をやった人に対して、関節がどんだけ動くようになったかみたいな、効果判定をするみたいな感じでやらせていただいたと思うんですね。もうちょっと本当10年十何年だ10うん20すごい前なんで忘れちゃってますけど、多分そんな感じの内容をさせていただいたと思うんです。でまあそこでも、効果があったんですね。要は膝が曲がるようになったりっていう効果が見受けられたので、マッサージとかストレッチっていうのは確実にこう意味があるなというふうに僕も思ってはいるんですけど、でなんでやらなくなっちゃったのかというと、体っていうのをどういう目線で見るかっていう話になってくるのかなというふうに思うんですけど、体っていうのは、筋肉だけでできてるわけでもないし、骨だけでできてるわけでもないし、そこには内臓とか血管とか神経とかリンパとかいろんなものが、あってできてるって考えているんですけど、で、例えば筋肉が硬くなるとか、よく一般的に言うと筋肉が凝るとかって言いますけど、大阪だったらね、筋が凝るっておばちゃんもいますけど、筋が凝ってるっていう場合にそこをただほぐせばいいのかとは、今は考えてなくって、筋が凝ってる、筋肉が凝ってるだったらなんか筋とか言ってるのもちょっと恥ずかしいんですけど、僕筋肉が張ってるのであればですね、なんでそれが張ってるのかなっていうふうに考えるのがホロソフィーの視点なんです。だから、筋肉が張りたくて張ってるわけじゃなくって、張らなきゃいけない原因があるからそこが張ってるわけで、逆に言うと、そこだけを緩めちゃうと、他のところがその、張ってなきゃいけない理由を補填しなきゃいけなくなっちゃうので、違うところに問題が起こったりとか、なんならもうすぐ元に戻っちゃったりとかするじゃないですか。なので、そこが張ってるからといってそこを緩めればいいっていうのはホロソフィー的な視点ではないので、ちょっとやらなくなっちゃったっていう感じなんですね。だから、例えば、肩が凝ってますよと。肩の筋肉が張ってますよっていうのは、肩の筋肉が張らざるを得ない状況になっちゃった。で、じゃあなんでだっていうふうに考えた時に、例えば、いつも前かがみの姿勢になっていることが多くって、肩の筋肉が張らないと姿勢を支えられないから、もうしょうがなく肩が張っているっていう状況だとしますよね。じゃあ、肩の筋肉が緩まっちゃったら、その前かがみの姿勢ができなくなっちゃいますので、体としては倒れちゃうわけなんですよ。じゃあそこが倒れないように今度は腰を張らすかもしれないし、でじゃあ次腰が張ったから、張ってる腰を緩めるっていう風になると、次は頭に来るかもしれないしっていう風に、これ永遠と板チョコになるわけですよね。でそうじゃなくって、なんでその人いつも前かがみの姿勢をしなきゃいけないんだろうっていう風に考えて、でそこに対してアプローチしていったり、前かがみの姿勢を多少しても、大丈夫な体を作っていくっていうのが僕らのお仕事かなという風に思ってるので、その原因が内臓かもしれないし、血管かもしれないし、頭蓋とか神経かもしれないし、食生活とかそういう、ことかもしれないし、精神的なものかもしれないし、いろんな目線でそうやって体を見ていくので、マッサージとかストレッチを全然否定するわけでもなくって、体の見方が少し変わったから、そういうことはただしなくなっただけっていう風に思っていただけたらなという風に思います。なので、自分自身はですね、そんなことを言いながらマッサージチェアみたいなのに座るのも全然嫌いじゃないですし、ストレッチはあんましないかな。だから運動前とかにも、僕はストレッチはしないんですね。でもともと運動もあんましないんですけど、なんでかというと、僕の考えですよ、あくまで僕の考えなんですけど、ストレッチするんだったらもう本当に全部の筋肉をストレッチして均等にストレッチをしなかったら逆に、1個だけが緩んじゃったら他の筋肉が張っちゃってなんか全体としてはバランスが崩れてパフォーマンスが、落ちたりとか、怪我しやすくなっちゃうんじゃないかなっていうふうに思いますので、なんかあんまりそういうことはしないですね。なので、それがいい悪いは置いといて、そんな風な視点で体を見てるんだなっていう風に思っていただけたらなとか。でも昔からそういう視点だったわけじゃなくって、学生時代は普通にマッサージとかストレッチの効果をそうやって判定してたんだなっていう風に思ったら、なんか改めて自分をやってることがすごい変わったなという風に思って、今日はこんな話をさせていただきました。はい、なんか途中変ないろんな音とかしちゃうかもしれないんですけど、今日はこんな感じで終わりたいと思います。それじゃあまた、バイバーイ。